こんにちは、早川洋平です。石原家の経営のヒントプラス、今日は第348回です。石原先生、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、今日は30代卸売業の方です。備考欄、ポッドキャストで自己啓発になるものを探していたらということで。すごいな自己啓発できましたよ。はい、石原先生、プロインタビュー早川様、こんにちは。先生、これだけでもいいので教えてください。何本日、はい、これも日付は言わない方がいいのかな先生、今手元に分かりますね、日付、はい、はい、の丸月丸日の16時頃に某名古屋のホテルの出口付近のエレベーターホイールにいませんでしたか。私がエレベーターから降りた時に反対側のエレベーター付近に拝見したことのあるお顔、容姿、過去ネイビーのストライプのジャケットにジーパンが、肩が突然現れ、全体にすごいオーラだと思った瞬間にカリスマ経営コンサルタントの石原先生だと思った時には、先生がエレベーターに乗っていってしまいました。初めてミッキーマウスに会った時よりも興奮しました。生きている中でベスト5の興奮でした。同時にお声掛けしなかった自分に今までの自分の人生で最大の後悔に匹敵する衝撃を受けました。ちょうどこうして思考は堅実になるという本を読んだ後で先生に会ってみたいと思っていた矢先でしたので、名古屋にいらっしゃったかどうかだけでも教えてくださいということで、これメインの質問じゃないんですが、スケジュール見てたら、まずそこから答えてください。スケジュール見てたらそれは私です。ビンゴでしたか。ビンゴです。はい、ということで、太陽さんの日に、はい、あら、まあ、声かけてくれなかったのに、ね、はい、やはりオーラがすごすぎて声かけられなかったと。そういうもんなのかな。意外としては怒られそうですけど、まあ、僕慣れたからかもしれないですけど、フレンドリーですよね。そう、うん、初めてミッキーマウスに会った時より興奮した。面白いね。ベスト5らしいです。ということで、質問に答えていただいて今週終わりというわけではなく、ここから質問なんですね。あのさ、ちょっと話逸れていい、はい、この間うち 3% クラブの勉強会あるでしょ。でその 3% クラブの勉強会の、東京だと懇親会してるじゃない、はい、それであるすごい有名企業にお勤めの、まあ、30歳ぐらいの方に会ってさ、まあ、本当人が聞いたら全員知ってるような古い伝統的な会社なんだけど、その真面目な子でさ、あ、僕のこと知ってありがとうございますって言ってさ、それはお父さんがなんか学生の時に成功曲線の方を彼に渡し、うんうん、それからポッドキャストもずっと聞いててさ、で公開収録とかも来たらしいんだけど、実は僕1年半ぐらい鬱だったんですよって言うんですね、うん、どうしたのって言ったら、会社の中で彼の方が純粋なんで企業方針とぶつかるわけよ、うん、で社長と談判した時に、まあ、大人の理論でやり込められてすごく嫌になって鬱になったんだって、はい、いや大変だったじゃんって言ってさ、だからどうやって治ったのって言ったらさ、笑った話があって、いや実は僕公開収録に行って先生の話を聞いた瞬間に思考が弾けて鬱治ったんですよって言うんですよ。だから俺鬱まで治してるよ最近っていうさ、人生変えすぎですよそれ。彼が素晴らしい青年だったんで、しかもお父さんがね、僕のファンだったりとかっていう話になって、でこの間その懇親会に来てさ、その話になったんでさ、いやびっくり、鬱まで治してるよってことになったんだけど、人間思わぬところで影響力発揮するもんなんだね。特にそういう心の部分、頭の部分っていうのは本当に人によって様々ですからね。なんか薬飲めばカウンセリング行けば必ずなるってわけじゃないですもんね。鬱の治し方はそれで分かったよ。うん、いや鬱ってやっぱり そこに思考がとどまっちゃうから鬱で、はい、もうちょっと思考の枠をこう広げて、うん、スカッとすれば鬱って治るんだね。あれ薬持ってっちゃったら結構きついんじゃないか。まあ、対処療法としてはいいけどね、根本治すのと違いますからね、うん、もちろんいろんなタイプがあって、うん、真面目すぎて鬱になっちゃった人は僕のところ来てくれれば治るなというような自信も持ちましたけど、うん、なんかそんなこともあったんで、うん、これ僕です、私です、いましたろ、はい、その日にその時間いました。まあ、今後目撃談を持ってますが、はい、はい、ということでここからが本題です、はい、すみません、はい、以前から先生に質問したいことがありましたが、まだその時ではないと思いながらずっと考えを内省化していたのですが、第333回の会計担当のキャリア形成についての回を聞き、私の状況に当てはめた場合どうなるかと考えていましたが、なかなか明確な答えが出ず先生に出会ったので質問することに決めました、はい、覚悟の決め方についてです。私は中小企業に8年間総務として働いています、はい、当初海外営業で採用したがリーマンショックで総務に配置、大学在学中に休学して海外留学をして、卒業後にも海外でビジネス専門学校に通ったため、通常の人より社会人デビューが3年ほど遅れて働き始めました。現在会社を選んだのは遅れを取り戻すために中小企業を選び、一人で何やかもこなしてスキルを身につけるためです。しかし先生の番組で中小企業で何でもできるのは企業側の聞こえのいいことで、最初に収束するのは大企業の方が良い、
小さい会社から大きな会社に移るのは現実的に難しいというのを聞いて、自分はもろ中小企業の聞こえがいいことを信じて就活したと思いました。また絶対に営業も経験した方がいいという話もありました。そんな中、現在の会社から海外営業かっこ不妊の移動の話が出ました、うん、しかし今の会社は次世代の経営者がいないことや業績が落ち続けていること、組織が組織として機能できていない状況です。会社の内情を受けるか会社を変えるか悩んでいます。残るならゼネラリストを目指すべきだと思いますが、他の会社に移るならば人事のスペシャリストになるべきだと思いますが、覚悟を決められないです。自分の市場価値を測るために転職活動もしていますが、幸い今の会社の3から5倍の事業規模の会社の選考の土台に乗ったり内定をいただいた企業もあります。覚悟の決め方、今後の日本の人事担当者がすべきことなど、先生のお考えを教えてください。私の中で今後の人事に必要なことは、日本の少子高齢化に伴い日本企業外国人採用がより活発になり、日本人のグローバル人材の育成が求められると考えています。どうかよろしくお願いしますということです。この人いくつ？30代か、うん、前半だったらあれだよね、場所をだいぶ変えてもいいかもしれないよね。前半というのはこれいきなり聞いた方はちょっと分かんないですけどね。いや、30代の前半。ああ、そういう意味ですね。そう、はいはい、そう、まあその、まあ、もちろんその精神年齢もあるんで、うん、その人の気持ちがあればということなんだけど、海外に行くのも悪くないしね。悪くないですよね。うん。それから、まあもうちょっと大きい会社で何かするっていうのは悪くないと思うんだけど、まあ自分だったらどっちする？いや、僕は結構明確で、これ二者択一で悩んでるみたいですけど、僕は他の、なんだろう、あ、違う。まず海外赴任した後に、他の会社でスペシャリストにしろ、何にしろ、その、まあ要は可能性を残してやった方がいいんじゃないかなと。海外ってどこなんだろうな。まあ、それにもよりますけど、ただこの方たちがやっぱりそのグローバル人材の育成が求められるっていうふうにおっしゃったように、うん、やっぱりいずれにしてもその海外赴任して得られるものは計り知れないと思うので、うん、まあ、まだね、確かに先生がおっしゃった年代にもよりますけど、それで3年とか2年とか行って、その後判断しても全然いいんじゃないかなと、個人的には。まあそうだね。で、それこそその、いつも僕は言ってるんだけどね、仕事っていうのは、ここまでがあなたの仕事よっていうふうに会社は規定するけど、うん、ね、自分の自由を会社が担保してくれてるわけでしょ、うん、要するに1ヶ月働いて何かしらの労働をして、で給料もらえるわけじゃん、ね、でその他の時間は自由に生活できるわけでしょ。そうですね。もし自分が会社やっちゃったら会社の売り上げに縛られちゃうから結構大変なのが、逆転の発想してね、海外で自由に何かしてくれる時間を担保してくれるって考えたら、うん、すごいことですよ。働くだけ働いて、あとは自由に人脈作ろうが何しようが全然 OK で、うん、なおかつそれなりの会社の肩書きがあるんだったら信用力を持って海外に行けるっていうことじゃん。ゼロから海外で起業とは全く違いますよね、うん、でしょ。そしたらそこでそこの土地のどういう人間の人たちと仲良くなるかっていうのも含めて活動いっぱいすれば、うん、山ほどいろんなものを持って帰ってこれるから。本当そうですよね、うん、だからそこの会社にずっといるということを考えないんであればあるほど、うんうん、まあそういう海外に行くっていうのはかなり面白いんじゃないかな。まあ、しかもね、こういうその移動の話も来るぐらいですから、何か期待されてるのかもしれないですし、うん、なんかまあ早急に他に移んなくても、うん、まあ、個人的には確かにいいかなと思うんですよね。で、まあ、で早川君が言ったみたいにキャリアっていうことを考えてたら海外行って、人材的なこともさ、面接にしたってさ、うん、海外の人間は現実にさ面接できる人間って何人いるのみたいな話ですよね。じゃね、でそういうところではエッジの効いたビジネスができるかもしれないから、うんうん、まあ、いろんな会社にステップで入るにしても、うん、将来自分が独立してなんかするにしても、うん、やっぱり今って人が行かない方行かない方に行った方が、うん、その後の展開が面白いもんな。うん、なんかこの方あるように今転職活動で幸いにも今の会社の3から5倍の事業規模の会社の選考の土台に乗ったり内定ってありますけど、もちろん素晴らしいことなんですけど、でもね、将来見据えた時に今のそこの事業規模だけを取って経験を逃すっていうのはそれはそれでもったいないかなと個人的に思いますよね。まあ、そうだよね、うん、僕なんかだって若い時に海外に行かせてもらってればまたちょっと違ったもんな。そうですよね。今これだけ、ね、うん、開けてますけど、先生は若い時は意外とそんな言ってなかったわけですもんね。そうそうそう、確かに、うん、まあぜひそういうようなことを参考にいただいて、うんうん、ね、これちなみに、まあ、そういう意味で今この判断についてはアドバイスいただいたんですけど、先生自身が考える今後の日本人の人事担当者がすべきことっていうと何がありますかね、うん、この方質問ありましたけど、うん、おそらくね、そのビジネスの構造そのものが変わってくるので、
ヒエラルキーを持った組織形態と、うん、全くヒエラルキーを持たない組織形態みたいなことが入り混じってくると思うんだよね。まあそういう意味ではオーソドックスなその組織運営とか人事的なことを知りつつも、全くそのフレキシブルな人事関係のことも同時に知ってるっていうのが、多分彼の年代ぐらいだったらすごくいいと思いますね。両方ありますもんね。そうそうそう。その中でうちの会社はこうですね、御社はこうですね、御社はこうですねっていう立場をジャッジできるような感じだよね。だからその会社の中の人事、その会社の中の組織だけじゃなくて、もうちょっとたくさんの視野を持った形になった方がいいと思うかな。そういう意味もちょっと、そういう意味でも一回考えた方がいい。そうそう、僕も思いました。広げた方がいいし、あのさ、独立するっていう時の恐怖、変化と会社を変わるっていう時の変化って何分の1くらい、100分の1ぐらいじゃないですかね。100分の1、そうぐらいぐらい、リスクはないよな、振り返ればね。あの変な会社に行かなければ、要するに固定給から固定給に移るわけでしょ。だからそれこ その自分がどこの固定給という生活の、を担保しながら、そこで得られるものは何かっていうさ、ちょうどプレミアムでね、それやってたけど、実は会社員の方が自由ですよね。全然自由、本当そうですね、全然自由。だからそう考えるとね、こう今の会社にいても全然やれることがあれば発想変わってきますよね。まあ本当にそう思う、で別にずっと続けなきゃいけないわけでもないし、楽しみですね。またぜひフィードバックをいただければ、そしてまたね、先生とどこかのエレベーターで会った時は今度は声をかけてくださいということ、はいはい、ということで今日は第348回でした。西原先生、ありがとうございました。ありがとうございました。